から農林水産委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府総合海洋政策推進事務局次長、田辺康夫さんほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。